サイレントインベージョンに行きたいと思いますけども、はい、これですね、はい、これもオーストラリアに関係する、はい、これです。やはり最初に気づいたのは元祖サイレントインベージョンされたオーストラリアだった。いや、これはいい記事でしたね。いい記事でした。これ日本語にもなってましたけど、はい、ロイターの記事ですね。はい、ファーウェイ排除というのがここ本当にようやく半年ちょっと経って、はい、加速度的にファーウェイ排除の方に動いてるじゃないですか、はいはい、でこれ見てて我々ちょっとこの記事和田さんも読まれたと思うんですけど、はい、びっくりしたんですね。オーストラリアが今年の2018年初頭からあるそのオーストラリア内部でウォーゲームをちょっとやったっていう、はい、まあ、簡単に言えばその政府の中の政府側のハッカーの人たちが俺たちちょっと 5G が一応敷かれた状況にしたとして、うん、はい、でこれに対してハッキングコンテストみたいなのやろうぜと、うん、はいはい、ホワイトハッカーとしてこの中に侵入できるのかなと、シミュレーションいろいろやった、はい、で2018年にやったら、うん、2019年の初めですね、去年の初め、はい、でこれオーストラリアがの政府がこれ結果を見てびっくりしたと、はい、このウォーゲームの、はい、で何が起こったかというと、はい、その2018年初頭のウォーゲームの結果がなんとこれ 5G 出てきたら俺たちマジ簡単に乗っ取られちゃうぜっていうのが判明したと、うん、でこれやばいと、そう、これでやばいと、でそういうことがやばいということなのでアメリカとかに、まあ、あのファイブアイズの、はい、そうですね、メンバーだから、ね、メンバーがあるから、うん、アメリカとかイギリスとかそういうところに、うん、やっぱやばいですって、このまま行ったらファーウェイに乗っ取られた、俺たちアウトだぜっていうのをその安全保障関係セキュリティ担当のオーストラリアの人間がめちゃめちゃ言い回って、はい、ようやくアメリカもんちょっとまずいかなと気づいて2018年の半ばからようやくみんなこのやばいってことに気づき始めて、はい、世界が動き始めてアメリカは今このすごくこうガーッとあのリードを切ってやってるんですけど、そうですね、言い始めは実はオーストラリアだったっていうところをしっかり暴いてる。オーストラリアがちゃんとこのウォーゲームっていうかね、シミュレーションボードゲームやって、はい、シミュレーションゲームやって、はい、5G を抑えられたら、はい、元も子もないぞっていうのを先にこう言ってたと、はい、まあ、それもまあこのサイレントインベージョンのね、はい、の論文があったからいろんな形で時期としては多分動き始めた時期ですね、はい、同じ時期ですね、2018年にこれ1月2月に出てますんで、それがアメリカに飛び火して、はい、公聴会にこの呼ばれるようになって、そうですね、クラブハミルトンがその、はい、マルコ・ルビューとかがね、はい、呼んで、はい、それで動くようになったと。だからこの流れが、この中国封じ込めにね、はい、の流れがついに来てんですよ、出てきたと、はい、ということですね。あのこの記事の中で言ってるのが、うん、2018年半ばがやっぱりターニングポイントだと、はい、で、ようやく周り周辺国、まあ、オーストラリアの、同盟国周辺で 5G の危険性が認知され始めると、はい、で日本も、11月ぐらいでしたっけ、12月ぐらいでしたっけ、はい、あの年末に、5G ちょっとやめるって政府が発表しましたよね、はい、でまあ、とにかくその 5G っていうのはやっぱ革命的なテクノロジーであるってことがやっぱ認識され、ね、はい、まあまあ、シミュレーションのやつで分かったんですけど、やっぱ戦争の質変えちゃうんじゃないかというぐらい、ね、まあ、劇的に変える、キャラクター変えるという話が出たそうです。なんかこれがなんかオーストラリアの、意外に骨ありますね、オーストラリア。カンガルーカウンターパンチというか、将来言われるエピソードになるかもしれない、ね、これがカンガルーカウンターだったと。で実際をファーウェイ見てみると、うん、これ僕もびっくりなんですけど、2018年度の売り上げ、はい、総売上11兆円ですよ、はい、世界で、うん、もうすごいですね。で今回なんでその時にあのオーストラリアが気づいたのかというと、うん、その当時与党だったターンブルさん、はい、あの人 IT 企業出身者なんですよ。だったんですね、はい、首相が、うん、であの、はい、彼は政治に入ったの結構遅れてからなんですけど、うん、はい、そのターンブルさんが IT 企業出身で、そのああこれじゃまずいってことにやっぱ気づいて、うん、主導、まあ、自分で主導したと、はいはい、いうことになってるようです、はい、でまあ、イギリスはもちろんね、ファーウェイの機器のソフトウェアとか問題だとかっていろいろ言ってるんですけど、はい、やっぱりこの中でやっぱ出てくるのはですね、アメリカ側が決定的な証拠を言わないと、はい、これがやっぱり問題なんじゃないか。証拠は多分アメリカ握ってて機密扱いだと思うんですけど、握ってるけどそれをやっぱ言っちゃうコントロールしたいっていうのはあるんでしょうね。あると思うんですね、はい、でも損失の兵法ですよね、まあ、言わないと、言わないと、うん、言わないの方が、はい、方がまあね、その使えるということですね。そうですね、はい、多分それを利用するっていう意味で、うん、ちょっとはいだと思うんですけど、まあ、とにかくですね、はい、まあ、僕はこれあの中国側はいくつか仕掛けてて、はい、アメリカが分かってるっていうのはあれかな、あれかな、あれかな。どういうのこと言ってんのかな。それはあると思いますね。それはあると思います。はい。はい、
だからこれだって言ったら、いやあれとあれとあれは分かってないんだなってことになっちゃうから、あそうなんです、ね、言わないという、はい、まあ、逆に例えばアメリカは別のことをパッと言ったりとか、はい、まあ、でも状況証拠的にはちょっと相当やばいと思うんですけどね、はい、とにかくですね、僕はちょっと驚きだったんですけど、考えてみたらですね、うん、これルトワックも自滅する中国、僕翻訳で出した本がありますね、はいはい、うん、あの本、原著が出たのは確か2010年ぐらいで、僕翻訳出したの2014年とかですかね、はいはい、なんですが、その時にもうすでにルトワックはもうその辺調査してて、うん、まあ、今回の月刊アナダの原稿を皆さんお読みになりましたか、はい、そうですね、僕は電話でインタビューしたやつなんですけど、はい、これですね、はい、ちょっとぜひね、はい、買ってください。これ、はい、奥山さんが緊急で電話インタビューして、トランプはファーウェイを潰すってもうめっちゃタイムリーな。めっちゃタイムリーだったんですね。これね、めちゃめちゃタイムリーな。花田さんがすごいいいタイミングで電話してくるんですよ。ご利用し、ご利用しで、ご利用しで。で、明日インタビューしてくださいっていきなり、ちょっと待ってくれよと、ちょっと待ってくれと、はいはい、だったんですけど、はい、ここでルトワックのですね、もう ほぼ関東論文ですね。はい、7月っていう字の下ですね、そこにトランプはファーウェイを潰すというふうに書いてて、はい、で、はい、まさにそのまま出てて、で、この中に、アームもポイントだって、はい、ルトワック言ってるんですよね。そうです、そうです。で、言った途端に、アーム、止めたからね。止めましたね。はい、ただまさにこれビシッと合ってるって。合ってますね。合ってます。うん、いやルトワークいいとこ見てるなっていう。さすがルトワーク。ね、あの人、はい、やっぱりね、ワシントンの中のすごいコネ持ってんですよ。うん、はい、はい、ここではちょっと言えないんですけど、そうですね、相当なコネクション持ってますよ。はい、はい、我々が行った時も。はい、すごいいろんな電話してましたね。はい、もう朝から電話がいろいろかかってきて、でそのなんか相談してくれっていう、今切ったのは誰々だったと、はい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 、今喋ったの誰々だったと言ってましたね。もう そういうそのビッグネームがボロボロ出ると、はい、はい、だからペンタゴンの、いやじゃあなんだっけ、モサドのあれだとかそういうことは言わないですよ。絶対落合信彦みたいなことは言わないです。あ、なるほど、はいはい、そうですね。モサドの友人とか CIA の友人と話してた、そういうことは言わないですよ。これ私の一存で彼の名前は言えませんけれども、ノビみたいなね、落合ノビみたいな、ノビのことは言わないです。いや本当にこういう名刺普通に出してました、ね、はい、そういうことですね、はい、で本当にね、びっくりなんですけど、うん、はい、でその時にルトワック自滅する中国の中で何書いてたかというと、はい、もうすでに彼は、うん、あれですね、これ言っちゃっても別に大丈夫ですね、ONA っていう、はい、ペンタゴンの中のオフィスオブネットアセスメントって、うん、この間死んだ誰でしたっけ、ペンタゴンのようだと言われる、はい、アンドリュー・マーシャル、はい、アンドリュー・マーシャルの部署からルトワックってお金もらって、はい、外注して、うん、で彼自身が調査やってる人なんですよ、はいはい、ルトワックは、うん、はい、でその調査の時にいろいろこうわーってやった時にいろいろ調べてって、インタビューもいろいろ現地に行って調べて、はい、でやった時にルトワック気づいたのは、もうオーストラリアは一番その、あらゆるそのアメリカの同盟国の中で、うん、一番初めに反中姿勢を政府内で取り始めたのはオーストラリアだって言って、実はオーストラリアとって、はい、でそれを気づいて、まあ、ルトワックはそれ2010年の方にもう書いてるんですけど、はい、もう常に9年あたりの時点で書いてるんで、そんなオーストラリアが今親中派と激戦だったっていう、そうなん選挙なんだけどね、その中の安全保障関係の人間は完全に反中、はい、要は官僚たちがね、そう官僚たち、安全保障官僚たちが、はい、そうなんで、日本にはねそんなやつが全部いないんで、安全保障官か防衛省は大丈夫か、まあ外務省がやばいんだよね、はい、そうなんですね、でアメリカもペンタゴンはまあまあいいんだけど、はい、国務省がダメだからねっていうなんか言われますよね、チャイナマネーでやれちゃって、いや今はさすがにちょっと、国務省もね、無理でしょう、無理か、はい、はい、もう完全反中になってると思うんですけど、はいはいはい、その例えばこれルトが指摘してるんですけど、311の時に、うん、ギラードさんって女性 のリベラルとかその自由党の方の、はい、党首いらっしゃいましたね、はい、ギラードさん、ギラードさんって結構骨がある人で、うん、中国の金結構蹴ったりとかしてるんですよ、はい、意外と、うん、でこの方実は311のあの時に一番初めに日本に来て、うん、なんと東北に入って、うん、で一緒に東北の復興、福島の復興だって言ってくれたのこのギラードさんじゃないですか、あの時2011年ですよね、もうすでに3年間はとりあえず、うん、オーストラリア反中だったんですよ、うん、でその反中姿勢を取り始めたのが2008年の時点なんですけど、うん、その後にベトナムが入ってきて、はい、でベトナムとオーストラリアだけが初め、うん、その中国に対抗するっていう意思を、まあ、セキュリティ系の人間が取ってたんですけど、はいはいはい、その後に2012年になってようやく安倍さんが入ってきてという、うん、こういう分析をしてました、ね、安倍さんは一応入ってるんですかと、はい、入ってくれてると思いたい、
まあ一応その太平洋構想、アジア太平洋構想って、えっとなんだ、インド洋構想まで言って、安倍さんはね初めてその安倍さんが言い出したものを、トランプもそう思い出してってるでしょ、中国封じ込めするためにインド洋まで入れるというふうに。そういうね、あとダイヤモンド構想ですね、ダイヤモンド構想、ダイヤモンドセキュリティ、最初出た時バカにされたけど、なんだかんだそういうふうに思い始めてると。そうですね、はい、まあオーストラリアの場合やっぱり僕はあのクライブ・ハミルトンのあの本が、うん、まあ、2018年初めに出たっていうのは相当大きいと思いますよ、うん、だからその現在の例えば今回の 5G の話もありますけど、はい、相当あの本で世論の勢いで後押しになったのは僕は確実なんじゃないかなと、うん、はいはい、思っております、うん、でもう皆さんにこれ番組見てる皆さんに本当にあの意識していただきたいんですけど、はい、我々本当歴史のターニングポイントにいますよ、冬の時代、冬の時代もだからまあちょっと暗くなる、これから混乱の時代は来るんですけど、はい、でも我々この歴史を見たんだと、はい、あの時に 俺はあの米中戦争が始まった時に見たと、そういや俺たちはいたぞと、最初から分かってたよと俺たちは分かってたよ、まあそうですね、政府の人間より分かってたよと、はいいうそういう感じで、まあ、そう願いたいんですけど、はい、政府の人たちも分かってくれてると思いたいんですよ、まあ、これあの2が出ますんでね、はい、これ20年じゃなくて、はい、もっと早く決着つくっていう可能性も出てきた、あ出てきましたね、はいはい、20年戦争、あのいろいろ、あこの米中20年戦争に備えよう2を今作ってます、はいはい、ぜひぜひ最新の分析、米中激突 CD ですね、はい、あとなぜ米中激突が必須なのかというところをデータとか、うん、はいはい、中心に、まあ、戦略の改造 などのあれを使ってですね、はい、あのフルでやってますので、はい、これ準備でき次第、そうですね、出しますね、もう近日中に、もう近日中に出ます、はい、ということ で、 ので、ぜひ、はい、ぜひ、まああの今株売ったら儲かるってこれね、戦争上がる株もあるんですよ。あの大体戦争が始まると株価って安定しますよね。はい、そうです、あの始まりそうになったら下がってって、っ始まった途端に上がるパターンもあるんです。始まった途端にっていうのが結構、ね、ただ決着が見えてる戦争だったら上がるんですけど、これ、はい、米中に関しては決着が見えなく長くいく可能性があるん で、 そうなんですよ、ね、株価の動きはなかなか難しいかもしれないです。困っちゃいますね。ということですね。はい、いや本当でも今、はい、動いてますよね。はい、現状状況が。まさかこんなにどんどんいくかと、はいはい、ということで、はい、なので戦略系のことをちゃんと勉強したいなというふうな人のために番組やってるんですけれども、はい、あの CD 授業としてね CD をやってまして、はい、それはあの戦略の階層から入って、はい、戦略の勉強をしていただけたらと思ってますけれども、はい、ぜひここからスタートしてですね、未来予測と戦略 CD とかになってますんで、ぜひ、そしてリアリスト入門、それからルトワックの一発逆転の非常識な成功法則、戦略三部作のクラウゼビッツ戦争論、そちらもね、これもあの、はい、日本ではあの誤読されておりますので、はい、で地政学、これは日本にはないです。はい、それから孫子の兵法、これもちょっと、はい、やや日本のは誤読されてる。はいということで、はいはい、ちゃんと解説をしているのがありますので、はい、ぜひ聞いていただけたらと思っております、はい。